行き過ぎ、ほら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 、シアルブラザーズ、イン、サタンの部屋。よ、今日の夜会は自陣抱きしぶかめにエレンぶっ潰しに行くってやつだぜ。でよ、はじめ、この後よ、すげえ具だったから早送りしてるぜ。バトル3まで、それはちょっと勘弁してくれよ。で、抱きしぶかめに乗せたぞよ、右側に書いてっから確認していこうぜ。貫通バランスアジン、アビリティ回復 S、 アンチグラピーバリア、ゲージはねえんだ。 SS 狙った方向にタキシードだ、スモーキーボンバーを放つぜ。22ターン、これも見どころがある SS だ。レーザーバリなんて関係ねえ、そのままぶち抜けるぜ。で、友情が超爆発、味方の友情を誘発できるからよ。運悪くとしてかなり優秀じゃねえのか。だがよ、ステータスがちょっと物足りねえわ。スピードが速いけどHP と攻撃力が圧倒的に低い。ま、それは仕方ねえよな。配布運枠だし。まあでも、いいとこはいっぱいあるぜ。で、まあここまで早送りしたわけだが、見ていこうぜ。そんでよ、今回は、このタキシード仮面がよ、自分たちじゃ心もとねえから、俺を追加したわけだ。だから今回俺が助っ人で入るぜ。まあ、といいかよ。このエデンに関しては、俺の右に出るやつはいねえ。俺の特権のステージだ。近畿の動く4にもよ、なんか新しいやつが入ってくるとするが、俺以上に適正になるのは、絶対ありえねえよな。おいおい、大丈夫か。そこにいちゃダメだお前。エデンのこと何も分かってねえな。たまには乗ってもいいだろう。とりあえずよ、お前らでは火力は見込めねえ。だから俺がズバズバ火力出してやっから、ま、期待しときな。どういうかよ、あっという間に割合攻撃来るじゃねえか。大丈夫か。よ、いいんじゃねえのか。これはズバズバ削れるぜ。まあ削れるけど倒しきれねえか。ここは剣取りてえよな。この次のエリアがよ、回復がねえから長引いたら負けるぜ。だからこの俺の剣で一瞬で通過するぜ。まあというかよ、うちの動画をずっと見てくれてる人はよ、俺がこのエデンめちゃくちゃ言ってるのは知ってるだろう。おそらくよ、運幕集会とか運極集会とか、それ以外で意味なく行った回数ではうちが一番じゃねえのか。意味ねえっつうのがエデンの中にぶち込む動画だ。それでも何回もエデン行かされたから、かなりエデンの立ち回りは体に染み込んでるぞ。だからよ、ここがあっという間の削り、次のエリアのサタンで1ターンか2ターンで抜けてるぞ。いいダメージ、さすが俺だぜ。タキシードもなかなかやるじゃねえか。いいダメージじゃねえの。お前本当に攻撃力低いのか。さっきのもよ、サンダーバードの削りもなかなか攻撃力低いとは思わない。よっしゃ、次俺からスタートだぜ。この位置ならもらったんじゃねえのか。うん、絶対もらっただろ。よし、いい感じの弱点。じゃ、すまねえがエメンさん、これで終わりだ。よっしゃ、大幅な時間短縮よ。ボス戦やっていこうぜ。これ倒しきれるか。ちょっと上で時間かかりそうだな。もしグだった場合は上は無視だ。
まあダメージが怖いけどよ。いや、これは結構下ってんじゃねえのか。いやでもよ、これでさすがにいけたろ。いや、マジかよ。やべ。仕方ねえ。ここで大幅にダメージ出しとくか。なんか真ん中に入っちまったぜ。昔の動画を思い出すぜ。レオ、最近思ったんだが、はじめ移動するときによ、右下のタキシードのように最初にカーソルがレーダーが当たってるときに動いてもよ、最近なんか反応しねえような気がするんだ。これ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 、昔から反応しなかったっけ。なんか1ヶ月前のキンキンの時からなんか思ったんだが、これ確かなんか反応しねえんだよな。これ前反応したよな。今も反応するかもしれない。もう反応しねえんだよ。今こっちに優位だよ。だからいいんだよ。上しつけな。まあでもこれで終わりじゃねえのか。よっしゃ。で次はサタンでズバズバやっていきゃいいんだろう。任しとけ。よっしゃ。サタンが加われねえ、俺が加われねえ、あと3体でこれ突破できるのか。いや全然ダメージいかねえ。ぶちかます。なんかちょっと思った以上にダメージが出ねえっつうか、今確か剣持ってた。なんなんなんだこいつは。いやこれは圧倒的に削れねえだろ。やべえ、SS 使うべきか。いやこれ扱った方がいいよな、正直よ。この私、タキシード仮面が愛してる。ストライクショット、浄化の輝き。まあとりあえず突破できたけどよ。で次のステージは全然心配ねえ。ここはサービスステージだと俺は思ってるぜ。ここだったらよ、ブロックとボスの間にサイヤいれば、タキシードでも結構ダメージが出せると思います。いくや、タキシード。今、ぶつかったタキシード、今、ブロックの上に乗っているタキシードでここ突破するように、行こうぜ。あの剣欲しいがよ、ちょっと取るのは難しいよな。よし、そんじゃそのタキシードで突破すっか。よっ、剣が来たじゃねえか。これで確実に突破できるな。弱点もいい位置、頼むぜタキシード。本当に来やがったぜ。おめえらここまでよく頑張ったな。あとは俺に任しな。とは言ったものを、ここではどうもできねえからちょっと待ってくれ。で次あいつで SS ぶちかまそうぜ。あれ、次のタキシードってあの弱点の下のやつか。それだったらよ、結構面白いんじゃねえか。エデンとよ、仮面と上のエベリンライトの弱点をそれぞれ狙えるっつうわけ。よっしゃ、これは面白い。行き過ぎ。ほら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 。やっぱ弱いじゃねえかこのいつの SS。 全然効いてねえぞ。いやこれタキシードダメだろこいつは。
なんなんだあのエッセンスはよ。なんかプラスの効果とかあるのか。でもまあ、最後はタキシードに花を持たしてやるか。よく見るとよ、あいつさっき SS 撃ったままであそこにいるよな。あいつで最後倒そうじゃねえか。仮面は解く。復活が右下の2ターンだからよ、仮面は復活しねえ。あのタキシードで、でタキシードちょっと左ずらして、いや、こりゃ言っただろう。なんかブーツも出たしよ。これもらった。ここのなんかのレーダーがこの間通ってねって感じ。やったぜ。タキシード3台でも勝てるぜ。ええねん。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。そんじゃ次の夜会で待ってるぜ。あらよ。